はい、またまたトローチです、では続きします。なんだっけ、あ、なんだっけ、間違えた、話す。世界の姿を知りたい、中2だから。え、間違えてた。え、一回きり T だ。年を取ること、他人と違うこと、どっちつかずなこと。他人と違うことは当たり前なので怖くないです。年を取ることは難しいな、仕方ないしな。年を取ってできることもあるので怖くないと言いたいけども、どうやろうな。どっちつかずは仕方ないので、まあそういう人もいるでしょう。私もどっちつかずが多いです。なんやろ、年を取ることかな。なんか戦うをしてしまう、戦闘狂やから。みんなと仲良くすること、まあまあまあ人より先に進むこと、そんなこともないな。自分だけの宝物、はい、大切です。宝物だから。なんか2番目だけ、年を取ることをそれだけなんかね、一般的というか普通やね。え？え？分からへん。これ分岐なん？そんなの嫌だ。うん。わかんない。人より先に進む。どっちつかず？なんか悪になりそう。強くなりたい。なんか強いな、この選択肢。分からへん。ちょっと待って。え、最初って何やったっけ？普通にいけれるって感じ？どっちつかずやろ？宝物やろ？あの真相を知りたい。これでいいかな。わかんない。いいかな。いいわ。最後照らすだろうって言われてるから多分大丈夫で、私はレベル上げの鬼なので大丈夫。困難で、あら、困難、さあ来いって感じ。はい、何やったっけこれ。オーロラ姫バラ、
眠れる森の美女や。あ、めっちゃいる。ちょっと待って、一回飛ぶよ。あ、飛んできた。お、ちょっと待って待って。あ、待って待って。ちょっと飛びたい。さあ、カモンヌ。はいはい、飛ぶ。え？あ、なんか下手？私。むずい感じで、やばい。なんか、あ、やばい。お、気持ちいい。うわぁ、ウルトラマン方式。経験値、ここでは稼げんのかな、経験値って。視点移動みたいなのできひんのかな、これ。ほう。あ、めっちゃ私得。セーブする。私セーブ中なんでね、大丈夫。心配されなくても、あ、視点移動できた。走るみたいなのができんのかな、これ。知るはないか。ベルやベル、美女と野獣のベル、エマワトソン。恐れないで。これ倒せっていうの？マジで？え、マジで言ってる？え、何？嘘やん。そう。え、これってもしかして勝てない敵ではないですか？私慣れてないんですよ。なんか発射せんといてや。あ、なんかそれっぽい。
し倒れんやろ多分。早よ倒れてや。恐れるやろこんな。剣？絆とか？なんか扉とか。そういうのがキーワードなんかな。青い空、白い海。うわ！驚かすなよ、カイリー。そっちが勝手に驚いたんじゃない。かわいい。そろそろサボる頃だと思ったんだよね、空は。違うって。あの真っ黒いやつが俺を飲み込んで息ができなくなって言ってまだ目が覚めない？夢じゃなくて夢じゃなくてだったのかな。知らない世界でさ、変な場所でさ。はいはい。なあカイリ、リアル子供だね。カイリが子供の頃にいた町ってどんなところだった？覚えてないよ、前にも言ったでしょ。思い出したかと思って。全然。帰りたくならないか？帰りだけに。うん、私はここで幸せだから。そうか。でもね、見てみたいって気がするな。俺も見たいんだよな。この世界以外にも世界があるんだ。死ぬまでには絶対見たい。じゃあ一緒に行こうね。おいおい、俺は仲間外れかよ。しかも真面目にイカダ作ってるのは俺だけだ。わかった。やば。カイリーも一緒にサボってたろ。バレたか。じゃあみんなで仕上げちゃおう。ね、向こうまで競争。なんだよそれ。よーいドン。単純でよろしいな。始まり。来たのか。誰よ。あ、セルフィー。セルフィーや、めっちゃ好き。多分
FF8 のセルフィー。私ね、小学校の頃ね、セルフィー真似してね、髪型をめっちゃ頑張って外向きに作ってた。セフィー、セフィー、セフィー、アーピンだよ。風が気持ちいいね。勝負しようぜ。手加減なしやで。あ、かわいい。あ、めっちゃ好き。あ、めっちゃ好き。もうさあ、ちょっと、はいはい、超無知。もうちょっと、セルフィーちゃん、何してんの。ちょっと待って、そらちゃん、そら、いくで。あ、いけ、あ、はみちゃった。あ、また負けた。ごめん、セルフィーちゃん、めっちゃ可愛い。手加減なしやで。ごめん、好き。あ、ちょっと、もう弱ってるところを踏んでるとか、わかんない、マジで。何してんの、リクちゃん。あ、リク？じゃあ、そうだよ、これで。どうだ？さあ、そりゃ。あ、ごめん、セルフィーちゃん。また負けた。もうこの姿何度も見たい。好きすぎる。何だっけ、バッチ、バッコ、何だっけ、あなた何だったっけ。さーて、やってるか。ちょっとやめてよ。なんでやめただけ。あ、もうやめて、やめて。試合終了。いい人風。あ、セルフィーだね、いじめられた。こっちに向いてや。見て、このでかない足、何センチやん、顔ぐらいない、コッペパンやん。いやー、めっちゃなんかディズニーリスペクト。あ、そんなんできんの、そらくん。あ、めっちゃ遊べるやん。すごい。温泉。あ、慣れた。はぁ、あったやったっけ。さぁ、遊んでんの。あ、ティーだ。よっ、ソラ、俺と勝負っす。ちっちゃいな、ティーだ。当たらんぞ。一気に決めてくぞ。さあ、ソラ、ちょっと、こ、ソラ、ちょっと、なんで、俺に勝てると思ってんの。ちょっともう一回
気に決めてくぞ。どれ、どうだ、どうだ、どうだ、よし。今日調子悪いのかな。可愛いやん。
下から覗く。まで行ったら帰りの元の世界があるんだよな。それはわからない。でも行ってみないとわからないままだ。イカダでどこまで行けると思う？さあな、ダメだったら別の方法を考えるさ。ねえ、リコは別の世界に行ったら何するの？空みたいに見れば満足？実はそんなに考えてない。ただ、俺は俺たちがどうしてここにいるのか知りたい。他に世界があるのなら、どうして俺たちはここでなくちゃダメだったんだろう。他に世界があるのなら、ここはそう、大きな世界の小さな欠片みたいなものだから。どうせ欠片だったら、ここではない別の欠片でも構わないわけだよな。わかんねえ。わかんねえ。そういうことだ。じっと座っていても何もわからない。自分で動かないと何も変わらない。同じ景色しか見えない。リク、だから動くんだ。リクっていろんなこと考えてるんだね。考えてないよ。カイリーのおかげさ。カイリーがこの島に来なかったら俺何も考えていなかったと思う。ありがとうカイリー。なんだか照れるな。カイリーは可愛い。ソラ、お前これが欲しかったんだろ。パオプの実。その実を食べさせ合った二人は必ず結ばれる。どんなに離れていてもいつか必ず。試してみたかったんだろ。な、何？リク、早いな。シンデレラ城や。違うか。テラ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